さて今度は昭和34年の今日ですが、318日にわたるストライキで世間の注目を浴びていた主婦と生活者で乱闘騒ぎが起こってますね。ストライキに入ったのは2月15日、要求は配置転換の撤回と人事協定の締結ってんですが、会社側は労働組合に対して3月18日にロックアウトを宣言。こうすれば組合をノックアウトできると思ったんですが、そうはいきません。座り込みの組合員はそのまま会社の1階と4階に立てこもり、女子社員が炊き出しをして通路を閉鎖された4階の組合員にカゴで食料の差し入れ、用事があればロッククライミングでといった調子。ちょうど安保反対合理化反対の機運が盛り上がっていた最中なんで、組合員は意気健康。これに対して当時の自民党代議士で通産省の政務次官だった社長大島秀幸氏は臨時の編集室で雑誌の編集を続けていたんです。でも文化人グループの執筆中止の申し合わせや雑誌の不買運動なんかがあって、会社側も四苦八苦。さて4月17日業務再開の準備という理由で非組合員約30人が入り、17名の組合員と衝突。閉館もやってきて、とうとう双方から負傷者が出るという騒ぎになっちまったんです。こうなると出てくるのが東京都地方労働委員会。6月1日からまあまあと斡旋に乗り出したんですね。でも逮捕された組合員の問題で話はこじれ、この後も何回か暴力事件が起こったんです。やがてもうすぐお正月という12月29日ようやく解決。労使双方握手をして、まあよろしくとなったんですが、こうした労働争議に暴力が介入するということは、その後もたびたび起こって世間の注目を浴びました。